ドゥアルヌネのクイニーアマンクイニーアマンとはフランスのブルターニュ地方における伝統的な洋菓子の一種である。フィニステール県ドゥアルヌネの名物でイブルネスコルディアというパン職人によって1860年頃に創出された。名称はブルトン語でバターの菓子という意味。作り手によって差はあるものの一般的に外側は固めの食感で香ばしく内側は 甘みだけでなく塩気も感じられるものが多い。フランスではブルターニュー産の塩バターを用いる。日本では洋菓子店の他にパン屋でもしばしば菓子パンの一種として売られている。強力粉と薄力粉を混ぜたものにドライイースト、砂糖、塩、バターを加えてブリオッシュ風の生地を作り、冷蔵庫でしばらく寝かせる。薄く伸ばした生地を折り込んでは冷蔵庫で休ませる。 工程を繰り返した後、砂糖とバターを敷いたアルミホイルなどの小さな型で発酵させ、オーブンで焼成する。イブルネスコルディアは1828年7月5日に生まれ、1855年7月16日にマリーアンヌ・コランティーヌ・グエグアンと結婚して1856年にドゥアルヌネでパン屋を開業した。1860年頃のブルターニュでは小麦粉が不足し、 バターが豊富にある状況であった。このため、小麦粉 400g、バター 300g、砂糖 300g という異常な配分のパン生地が作られた。もちろん、パン生地としては失敗であったが、準備したものを無駄にするのは、避けようとこれをそのまま焼いたところ、小ぶりなしっかりとしたケーキとなり、美味であった。イブルネスコルディアは1878年10月11日に、 高いする。1861年3月10日生まれの娘、ユルシュール・ガブリエル・スコルリアは、エルベロラン・クロゾンと1879年7月14日に結婚し、パン屋を継いだ。クイニー・イマンは定期的に注文されるようになり、しばしば複数の従業員に助けられ、イーストを使わないパン種で素早く作るレシピを発見するに至った。日本では1998年に、 ブームになった。熱狂的なブームが去った後も、一定のファンが存在し、定番商品となっている。シモン・マラーン、QG のトロディシャネルデブルターニュ、エディションズ・ジーン、ポール・ギサラット、1998、P234。あのヒット商品は今、日経流通新聞2001年4月17日付、1ページ。ありがとうございます。